今回こちらの微分方程式を解きたいと思います。この問題は令和2年度東北大西の問題の抜粋です。では問題文が1から3までありますが、まあ、見なくても一応大丈夫です。で、この微分方程式を解くために、この問題ではフーリエ変換を使って解きますと。で、 GT と ΔT がこのように表されてまして、で、まあ、一応1番が、GW、 これですね、これを決定せよ、まあ、すみません、オメガかな、まあ、オメガでも決定せよってことで、で、その後に、まあ、これの極を求めた後に、複素積分を用いて GT を解きます。ということで、流れとしては、まずは代入した後に、GW を、すみません、G オメガを決定する。で、その後に、極を求めまして、複素積分を解くって流れになります。ということで、まずは代入したいと思いますが、代入しますと、まずは2回微分がありますので、オメガの2乗。1回微分なので、i オメガが出てくる。で、プラスの5。g オメガ、エクスポネシャル i オメガ t d オメガ。で、デルタ t が、はい、このような式になります。よって、これイコール1になりますので、まあ、1を書きますか。2i オメガプラス5の g オメガが1となりますので、よって g オメガは、まあ、マイナスもつけますか、マイナス1の、まあ、2i オメガプラス、すみません、マイナス5ですね、となります。で、次に極を求めるのですが、まあ、分母の部分を0にしたらいいですので、まあ、これは、あれですね、二次方程式を解の公式を使って解くってことで、オメガイコール、まあ、1分の、1プラス、あ、すいません、i か。i プラスマイナスルート、i の二乗なので、マイナス1、で、マイナス ac なので、プラス5となって、ここは4になります。したがって i のプラスマイナス2となると思います。ということで、まあ、g オメガとオメガ、極ですかね、求めましたので、複素積分を用いたいと思います。で、まずは gt を、まあ、gt イコール 2π のこの g オメガの部分を代入してやりますと、まあ、ちょっとマイナス1抜き出して、マイナス無限大から無限大の、まあ、わかりますか、オメガ2乗マイナス 2i オメガマイナス5のエクスポネーシャル i オメガ t d オメガ。ということで、この積分を求めますが、この積分を複素積分を用いて求めますということで、どうしましょうか、ね。例えば、まあ、新たに C のオメガマイナス5のエクスポネーシャル i オメガ t、まあ、i t オメガにしますか。ちょっと t はもういいので、このように置きまして、で、まあ、積分経路としては問題文に書いてある通り、t がプラスの場合、t がマイナスの場合に分けるってことで、このエクスポネーションの部分ですね。ということで、例えば t がプラスの場合は、このように、第1、第2象限の方に、来ると、範囲が来まして、で、逆にマイナスの時は、感じですかね、まあ、第3第4象限の方に来るって形になります。このようにすることによって場合分けができまして、で、今回はオメガですね。で、まずは極の部分は、i プラスマイナス2でありますので、まあ、例えば i がここにありましてプラスマイナス2ですので、まあ、ここかここに来るとやって、まあ、プラスの時のみに極が2つありますので、したがって、
t が正の場合のみで値を持つということで、で、まずは、流数を求めたいと思いますが、ここの部分を fz って置きますと、f の、まずは i プラス2を求めますか。i プラス2っていうのは、リミットのオメガを i プラス2に近づける。で、オメガのマイナスの、このようになりまして、すみません。ちょっと癖で z って書くんですけど、f オメガと書くことができます。で、これを代入してやりますと、まあ、おそらく、ちょっとまあ自分の計算が間違ってなければ、このような式になります。で、同様に、マイナスの方につきましては、ちょっとめんどくさいので書かないですが、4分の1のエクスポネーシャル、マイナスか、マイナス4分の1の、i の 2t となると思います。よって、まあ、あとは、半径ちょっと書き忘れてたので、マイナス r、r としますと、r を無限大に近づけることによって、この弧の部分は0になります。したがって、先ほどの i っていうのは、gt と同じになりまして、つまり r を無限大にすることによって gt と同じになる。で、そうしますと、マイナス 2π の位置がありましたが、まずはかける 2πi の、4分の1の、i プラス2の時が、マイナス t のこのような式になります。で、そうしますと、まあ、2π キャンセルして、マイナス i が出てきて、なので、まあ、4分の i のエクスポネーシャルのマイナス t も共通で出てくる。エクスポネーシャル i2t マイナスエクスポネーシャルマイナス i2t となります。で、ここでこの部分はサインを用いて、2i サイン 2t と書くことができますのでよって、i をキャンセルして、マイナスもキャンセルしてプラス。で、4と2を約分して、2分の1の、はい、このような式で書けると思います。まあ、もしもこっちに解が存在する場合は、このプラスの方はこっち向きなので 2πi を書けますが、こっちは逆向きですので、マイナスの 2πi ですね。つまりマイナスを忘れないようにしてください。まあ、プラスとマイナスどっちもある場合については、まあ、他の問題でやってますので、またそちら見ていただけると嬉しいです。はい、ということで今回は以上になります。